日本関東地方神奈川県横浜市神奈川区、霧畑霧畑は神奈川県横浜市神奈川区の町名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。郵便番号は221-0832。面積は 0.061km に。神奈川区中南部に位置し、北は反町1.2町目、西は上半町、南は高島台に接する。 南東は、第2京浜国道と、JR 横須賀線、東海道本線、京浜東北線と、京急本線の線路を挟み、郊外屋に接する。第2京浜沿いに、酒田の種のガーデンセンターや、学校法人大原学園横浜港2号館、町の西部に、横浜市立青木小学校がある。上半町との境の地下に、東急東横線、リ井町駅があり、 京急本線神奈川駅も近い古くは、羊群神奈川町大和青木で、1901年4月1日に横浜市に編入。1927年10月1日に、区政施行により、神奈川区青木町の一部となる。1932年に、神奈川区青木町座反町の一部から新設。1961年、一部を、 高島台と上半町に編入するとともにソリ町と上半町の一部を編入。1974年に高島台の一部編入した。地名研究では、霧畑は、開墾地や焼き畑を意味する。事故現場付近。洋壁の上は、第二景品。その奥が、霧畑の町。前後は石垣だがこの区間だけ、コンクリート洋壁であるのがわかる。 九百六十三年十一月6日夜九時四十分頃、町内を走る第二京浜国道の工事中、作業の手違いで深さ約一点七メートルを通る直径三十センチメートルの水道管を破損。溢れた水により、下を走る国鉄東海道貨物線に向かって、溶壁が長さ五十六メートル、幅二メートル、高さ七メートル、七千八百立方メートルの規模で、 崩落した。さらに、水道管の下を通っていた、東京ガス、鶴見工場から平沼制圧所に通じるガス管も、破損し、爆発、炎上した。現場付近の東海道本線を走行中だった、急行、筑紫、文後は、現場の、約100メートル手前で緊急停止指南を逃れた。横浜市消防局は、 付近の建物に放水し炎症防止を図ったが、火元への直接の消火を行わず、配管内のガスが燃え尽きるのを待った。未燃焼のガスが周囲に漂うことによる二次火災や、当時の都市ガスには一酸化炭素が含まれ有毒である、ためガス中毒の危険を避けるための措置であり、これは、同年1月に、東京、深川で6人が死亡した、爆発事故の教訓によるものである。 ガスの供給停止の手配が取られ、同夜11時50分ごろに沈下した。神奈川区、西区では最大1万8000戸が停電した。東海道貨物線に並行する東海道本線、京浜東北線と京急本線は深夜1時ごろまで運転を見合わせ、バスでの代行輸送が行われたほか、横浜市電も横浜駅と新小安の間で運行時間を延長し、 帰宅客の輸送に当たった。混乱は翌日昼過ぎまで続いた。この事故による住民や列車の乗客の死傷者は出なかった。ここから5キロメートルほど東京寄りで161人が死亡した鶴見事故が発生したのはこの3日後である。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる第二景品ガス爆発事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。